はい、今日もお話していくんですが、今日はこれについて話をしていこうかなと。弓道の世界で人間関係で悩む人ってまあまあいるんですけども、今回はその中でですね、教えてくれないということについてお話をしていきます。こういうことってよくあるんですよ。で、どういうことかっていうと、まず言いますね。まあ、まず教えてほしい人がいるわけですよ。こうやって、例えばですよ、よくある図式は低段者の人、初段から3段ぐらいの人が高段者で、人に対して、まず講談社が、何々がダメとか、例えば押し手が下がるとか、ゆんでが下がるとか、あるいは A がダメだとか B がダメだ。つまりダメ出しをするんですよね。ダメ出しをします、ね、でダメ出しをした後に低段者からしてみたら、じゃあどうしたらいいんですか、どうしたらいいというわけです。そしたらそれに対してこの高段者の人は何て言うかっていうと、教えなかったり、自分で考えろと、というふうに言われています。こういう問題って結構多いんですよ。僕もいろんな企業関係者に会って、ダントツで多い悩み事が射形、こういうので悩んでるとかっていうんですけども、その射形以上にも弓道の人間関係に関して、うわーってもう伸び合い詰め合いってどういうことですかって言ったら、何なのか分かんない。で、自分で考えろって言われたり、例えば伸び合い詰め合いってどういうことですかとか、なんで斜面打ち起こしと正面打ち起こしで正面打ち起こしなんですかとか聞くと、そういうこと聞くなみたいな、そういうこと聞くと面倒くさがられる、面倒くさい感じの雰囲気を出してくるといった問題が起こるそうなんですよ。で、教えてくれませんと、どうしたらいいですかというふうにお話しするんで、今日は、この無料の中ではですね、そもそも教えてくれないっていう問題、どういうふうに向き合えばいいのかっていう、解決策といいますか、それをちょっとお話しして、で、後の後半ではですね、具体的に、こうやって考えていけば、この問題は全部解消できますと。要するに、人の感情的に見ようとすると、こういう問題もどうしたらいいかって分かんなくなるんですけども、ちゃんとなんでこの人がダメ出しをしたりするのかとか、なんでこの人は教えてくれないのか、自分で考えろって言うのかっていうのは全部理由があるので、ちゃんとその前提がありますので、そこをまず理解してください。そこを理解すれば、次にどう解決しなきゃいけないのかっていう解決策が、きちんと出てくるというふうになります。で、この低段者の人たちは、高段者の人たちに、ダメ出しをされるわけですね。ここがダメだ、ここがダメだっていうふうに言われるんですけども、で、低段者はそれに対してどうしたらいいですかって言って、教えてくれない、なんとかしろ、自分でなんとかしろっていうふうに言われるんですけども、自分でなんとかできないから、教えてくれって言ってんだと。それを教えてくれないって言ったら、じゃあ何もできねえって、どうしたらいいんだって言って、僕のとこ来たりとかっていうことがあったりします。で、これが面白いことに、低段者だけではなくて高段者の人も来るんですよ。本気で悩んでる人は、僕のことをああだこうだって言ってた人が、メールでああだこうだ言ってた人が、セミナーに来たりってことも実はあります。で、結構人ってそういう風にですね、原稿不一致で来る人とかもいるし、本当にこうやって教えてくれない、自分で考えろって言われてどうしたらいいか悩んでることをまず言うんですね。で、そもそもなんですけど、この問題が起こる理由として、
分かります？なんでこれダメ出しするかとか分かります？まあなんかそこでいうふうに言うとですね、一般の人たちはなんでダメ出しするかって言ったら、それはこいつに期待をしているからとか、ここまではやってくれるだろう的に感じで言うんだとか言うんだと思うんですけど、違うんですよ。まず前提がですね、教えてくれないって悩んでる人、これ言いたいんですけど、悩んでる人ね、教わる相手間違えてます。教わる相手を間違えてます。まず教わる相手を間違えているということはどういうことかというとですね、どういうことかというと、なんか例えばユンデが下がってるとか肩が上がってるとかっていうのは、この B がダメとか A がダメだとか押してっていうのは、これは全部形とか見た目を言ってあげてるだけなんですよ。押してが下がってるよ、ね、何々がダメだよ、何々が上押しかかってなんとかだよ、肩が上がってるよ、これは形を言っているだけなんですね。でどうしたらいいんですかってこの人は聞いてるわけですよ。提談者はどうしたらいいんですかって聞いてるわけですよ。これは形をなんとかするにはどうしたらいいですかっていうことは、つまりこれは弾き方とか、どういうふうに弓を弾けばいいのかとか、どういうふうに解決をすればいいのかっていう解決策を聞いてるんですよ。でこの人の言っている形がこうだとかああだとかって言っている内容に対して、どうしたらいいんですかって言ってこの人が求めてるのって、指の引き方にすり替わっちゃってるんですよ。ここでこの人は形の指摘をしているわけね。講談社の人たちは、その指導者の人たちはここがダメだよって指摘してるわけですよ。それに対してどうしたらいいんですかっておかしくないですか。だって弾き方を聞くのっておかしくないですか。その形がこうだって言ってんのと、その形を良くするために弓の弾き方を教えてくださいって、もう弓の弾き方と形を教えるのって全然別ですからね。でここで、はい、弓道の世界でなんとなくなんか言われている問題について、ちょっと整理をさせていただきたいんですけども、なんか段っていうのがありますよね。でね、この講談社段が高いっていうのが、なんか今の弓道の世界では、今はですよ、なんか段が高いと射形がいいとね、ここはわかるんだけど、なぜかここに指の引き方を全部引き方を知っているとか、なんか道具の使い方わかってるとか、わかってるとかね。で、持ってったら、なんか人間的に良い、人間性がいいっていう、なんかこの段が上がれば上がるほど、あの段って審査何を見てるかって言ったら射形ですからね。見てるのはその人がどんだけ性格がいいかとか、そんなこと測定しないですからね。指の引き方どのぐらい分かってるかとか、別に採点とかしないですよ。あのしてるかもしれないですけども、しているふりだと思ってください。あの形がいいっていう形ね、段が高いっていうのと指の引き方が分かっているのって全然別問題じゃないですか。段が高ければ指の引き方も全部知ってるってなんで分かるんですか。そこがもうそもそも疑問で、あのこれは実はなんとなくなんですけど、弓道の世界って段が高くて指導者になってる人って、なんかもう弓の引き方も道具の使い方も、なんかその人間的にもその高い人って落ち着いててつつましい感じのイメージがあるんですよ。でそれって勝手なあなたの想像ですよねって話なんですよ。ここのことの発端はこのどうしたらいいんですか。例えば講談社がみんな性格めっちゃ悪いですよっていうイメージがあったら、こうだああだってダメ出しされてもどうしたらいいですかって多分聞かないと思うんですよ。だってあの教えてくれないと分かるから。違う、なんかここでどうしたらいいですかってまた講談社に聞いて自分で考えろって言われて、なんか諦めたりなんだよとかと思ってるんですけども、それは違うんです。聞く相手を間違えてるんです。
あの段というのはここは見ますよ。例えばなんか弓と体が、僕は商談審査で怒った時に審査の先生に言われたのが、お前は弓と体がハマってないんだって言われたんですよ、審査とか。なんか弓を引いている時の粘りみたいなものがないとか、これは見た時の感想を言ってくれてるんですよ。ね、でそれとじゃあね、粘りがなんかないの、粘りを良くするためにはどうしたらいいかって言ったら、これ方法論じゃないですか。その方法論をまでを勉強しているその人と勘違いはしてほしくないんですよ。あの弓道の段が高いことと弓の引き方をすごく詳しく知っていることとはまた別の話ですね。ポーンって矢が前に飛びましたね、矢が前に飛んだ時に、お前矢が前に飛んでねえんだよ、それは角身が効いてないから飛ばねえんだよ、もっと効かせないと、これは形の指摘ですよね。だけど弓の引き方になると、なんで前に飛んだかっていうのをまず考えてみましょう。足の線上を、的の中心線に揃えますよねと。揃えて貝に至って矢の、長さまっすぐ引けているんであれば、そのまま離れる時になったらそのまま中心に飛ぶはずです。ちゃんと離して動作はできていた、右拳のできた離れている動作はできた、でも矢が前に飛んだ、右拳はまっすぐなんだけど、なんで矢は前に出ちゃったんだろう、きっと親指の付け根の付け根の筋肉は多分前に押し出されなかったから。弓道の世界って36センチだっけな、38センチの的があって、その中で、放った角度が1度ずれると、タンジェントの概念で28メーターで換算すると47センチずれると、ということは1度ずれただけで矢が飛ぶと、結構ずれちゃったと。結構ずれてるのはなんでかって言ったら、胴作りが完全に崩れた。でもあなたの弓の引き方を見てると、ちょっと前にずれた、ちょっと前にずれた原因は多分肩関節がちょっとだけ前に出た方だろうと。同じ前の飛び方でもすごく前に飛んでる場合と、的の中心からちょっと前に外れた場合の原因ってはまず違うんですね。でどうしたらいいかって言ったら、親指の付け根をまっすぐにやるためにはどうしたらいいかって言ったら、さっき言った肩関節のここのブレが出るからここが前に出ないと。じゃあ肩関節のこのブレをなくすためにはどうしたらいいかっていうと、お尻の外旋筋を使って骨盤を垂直に立って肩をしっかり乗せられるような引き方をしなきゃいけない。ではそのためにどうしたらいいのかって言ったら、内を腰の時における肩関節の上がりを防ぐことと、足踏みの位置を変えるっていう風な、これが弓の引き方なんですよ。で今言った角身が効かねえからなんとかなんだって言ったと、今僕がつら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 言ってる弓の引き方って全く別でしょ、別だと思ってください。で今の弓道の世界で、僕は今まで20都道府県以上の藩士とか練士とか教師の先生がどんな先生かっていう情報を関係者から聞きました。聞いた結果分かったことが、あの審査では形しか見ないんですよ、射形しか。例えば矢が前に飛んだ時に、前に飛んだ矢をどうやったら真ん中に修正できるか的な稽古なんかしてません。してないんで弓の引き方は教えられないんですよ。教えられないのが普通なんですね。だって弓道の世界で正者必中、形を良くすれば的に当たるって言ってるじゃん。だから形を良くしましょうって言って、この人は形を良くするための方法を言ってるんですよ。弓の引き方を教えてくるって言ったって違うんですよ。形を良くすることによっていいよねって思ってる人に、弓の引き方的な、その論理的なことを教えてくれって言ったら、教えられるわけないじゃないですか。弓の引き方と、なんていうの、段が高くて形がいいことと、じゃあ弓の引き方も全部知ってるよねっていうのは、まだこれ別の話だ。ここを混同するから、教えてくれないことに関して、ストレスがかかるんですよ。で、これを心理学で言うと何かっていうと、事実と感情を分けなきゃいけないっていうのがあって、心理学でね、この講談者が高い段を取っている、この指導者がなんか大会で実績を出されたり、段が高いっていうのは事実ですよね。で、この形がいいとか引き方知ってるとか道具を使い方分かってるとか、人間的に良いっていうのは、これはイメージじゃないですか、あなたの思う。いや、本当にいるかもしれないです。本当に僕は聞いたことがないです。
僕は今まで60人とか70人のその弓道の先生の話を聞いたところ、一人だけすごい優秀な先生をいたことは聞いたことがあるんですけど、もうその方は亡くなられてるんですよ。で、それ以外の人たちはこんな弓の引き方知ってるとか、掛けのこの掛け溝の大破壊とこうやや破壊によって離れのこの手首のあの向き加減がどう変わるかとか、そんなこと研究してる人がいないんですよ。それと弓道のその段の射気をきれいにすることって全く別問題じゃないですか。全く関係ないじゃないですか。このイメージがいろいろつきすぎ、あなた自身がいろいろつけすぎちゃって、教わろうと思ってる相手を間違えちゃうとストレスがかかっちゃうんですよ。教えてくれない、どうしたらいいですか、悩んでるんですっていう風に悩んじゃうんですよ。で、ここなんですけど、まず人ってなんかその白衣を着たらこの人は健康なんか専門家ですって言ったら、白衣着た瞬間にすごく詳しそうに見えるんですよ。例えば結婚詐欺とかの手法とかでもよく多いんですけども、大手企業行ってますとか、大企業でなんか社長やってますとか、なんかこうデザイナーのなんかブランド立ち上げてますっていうと、なんかそういうの立ち上げてるだけですごくそういう人たちは優しくてなんかこう落ち着いてて品のある人みたいなイメージがあるんですよ。その何かの職業に対して人は心理的にどういうイメージを抱くかっていうのがありまして、まあ武道とかもそうですよね。武道ってなんか和服とかを着るので非日常で落ち着いている感じ、イメージってありますよね。それと同じで、段をこれ、ね、事実をね聞きましたとね、段っていう事実はあります。で、それに対するイメージはある人は形がいいなって思いますし、でも僕は全然なんかこの人が段が高いからってなんか人間的にすごいから敬意を表さなきゃとかってなんか思ったこと全然ないんですよ。で、弓の引き方知ってるかって言ったら、別に高校の時に勤めてた練習何段の先生とか、大学の時にいた練習の先生とかも別にそんな弓の引き方ちょっとここはこうしましょうああしましょうとかって言われるけども、別にじゃあなんかさ、そこまで詳しく教えてくれるかって言うと、別に教えてくれた経験がなかったんで、いや僕段ってそういうもんだと思ったんですよ。別に段が高いからすごいとか、段が高いからうんたらとかじゃなくて、なんか個人がまあその個人が頑張っているだけであって、別になんか上がったらすごく形がさらに良くなったりグレードアップしたり、なんかその弓の引き方全部知ってとかって言ったのはちょっと違うなって自分が思ってたんですよ。でもなんか弓道の世界ではここを教えてくれなくてどうしたらいいんですかっていうふうに悩む人がいるんですけども、そのまず先生に聞いている相手を間違えてるってまず思ってください。間違えてるんですよ。で、事実とイメージって混同しちゃうからわけわかんなくなる。なんかこの講談社がいろいろ弓の引き方とかなんか形がいいからきっと教えてくれるだろうと期待した瞬間に期待を裏切られてストレスが溜まっちゃうんです。この人がもう何にもできません、何にもできませんみたいな人だったらそもそも期待しないじゃないですか。そういうことなんですよ。だから教えてくれなくてなんで困ってるかって言ったら、教えてくれなかったら自分たちで何もできなくてどうしたらいいかって悩むんですけど、いや、そもそもこの人はね、形とか見た目だけしか指摘してないんですよ。なんで指摘してるかっていうと、形を良くしたら的中率が上がりますよね。ね、正射必中の形が良くすれば当たるっていう考え方でいけば、いや、まっすぐ行くよね。ね。で、言ってるだけなんですよ。なんで言ってるかっていうと、だって講談社なんでしょ？講談社なんだから。今まで段をたくさん取ってきて、段をたくさん取ってきた経験の中で言ってるんで、形をきれいにすれば的中率が上がりますと。形をきれいにすれば的中率が上がりますよと。ね。ここの形をきれいにすることによって的中率を上げるのを目指しているのが段が高い人なんですよ。で、そのことの経験談を言っているんですよ。で、どうしたらいいですかって解決策の前に、まずこの人を良くするためにはどうすればいいんだろうって考えて、講談社とか指導者はアドバイスをするんですね。アドバイスをするんですよ。そして、それに対してこの提談者の受け答えが解決策を聞いてるからややこしくなっちゃうんですよ。だから形を良くしよう、形を何とかしなきゃいけない、形をすれば的中率が上がるから、だから
暖を取って上がってきた人たちはそういうふうに言うのは別に何も悪くないですよねと、何も間違ったことはしないですよねと、この人のためのことを思って言っているし、ね、何にもアドバイスしなかったら指導者で成り立たないじゃないですか。指導者として、講談者として、ある程度知識持ってる人として、その知識を共有するのは別に普通のことだし、でこの人にこうやって言いました、で、どうしたらいいんですかっていうふうに言って、それに対してなんか僕この人に対しての満たされるような答えをこの人は言ってくれなかった、で教えてくれない、自分で考えろってまあ言うわけですよ。なんで自分で考えなきゃいけないか、なんで教えないって言ったかって言ったら、いやそらそうでしょ、だってもう言ってんじゃん、ここで見た目とか形もう言ってるじゃないですか、ダメなとこ言ってるじゃないですか、もうそれで終わりなんですよ。でその形を良くするためにはどうしたらいいですかっていうところは自分で考えなさいって言ってるんですけど、なんでそれを形を良くする方法は自分で考えなきゃいけないのかって言ったら、段を取ってるからって弓の引き方を知ってることとはまた別なんですよ。これも知っている人ももしかしたら中にはいるかもしれないです。でも僕は見たこともないです。見たことも聞いたことも今ない状態なんですよ。いたら、なんかこの先生はいいよとか情報流してあげるといいかもしれないですけど、まず人はなんかその事実に対してね、こういうイメージを抱くのは自由だけれども、変にイメージを膨らましすぎちゃうと、その人に期待をかけすぎちゃって、この人がどうしたらいいんですかって聞いた時に自分で考えろって言われたらショック起こりますよ。だから例えば別に講談者でしょ？例えば講談者だって冷たい態度取る人もいるし、怒るやつだっているし、あるいは僕の聞いた中ではね、もう本当に筆舌に尽くしがたい人道的な差別とかをやった人だって聞いたことありますよ。だから別に段が高いからってそんなことをやる人間ではありませんっていう保証はありません。段が高かったらみんななんかもうクリーンな人間で悪いことをしない人間だ、集まりだと思いたいんですけど、それはあなたの勝手なイメージです。あなたが勝手にそういうイメージを抱いたって何の意味もないですよ、全く別問題なんですよっていうことを認識することからまずやる方をおすすめします。だって例えばこの人が講談者だけども全然弓のことを分かってないって例えばあなたが思ってるとするじゃないですか。そしたら何の弓の引き方も分かっ、段は高いけど何の弓の引き方も分かってない人にここがダメだあっこがダメだって言われたって別に何とも思わないじゃないですか。あ、そうですか、わかりましたって言えば、まあ終わりの話じゃないですか。そこからその後に、どうすればいいですかなんて聞かないと思うんですよ。で、教えてくれないって言われて、何言ってんだこいつともならないはずなんですよ。だって期待してないんだもん。で、さっきも言った通り、期待をたくさんかけてね、この弓の引き方もこの人知ってるはずだとか、性格もいいはずだっていう風に願望を持ったり、期待をかけることによって、あなた自身のレベルが上がるんだったら、別に思っていいですよ。でも思ったって別に心理学的にはこれは勝手な事実に対して人はいろんな解釈をしますと。でもその解釈を選択肢を何を取ったって別に自由ですと。何かがいいとかっていうのもないし、この選択肢を取ったらダメっていうのもないし、それぞれ自分たちの価値観基準で決めてくださいねっていう風に考えられるんですね、心理学的には。自分たちに一番ストレスがない選択肢を取ってくださいと。だから形が良ければ的中率が上がると思って、そう思った価値観で言ってくれてるんで別に何も問題ないわけです。でもなんで悩んだりどうしたらいいかっていうふうに悩んでるかっていうと、それは弓の引き方を変えるのが問題なんじゃないかと。弓の引き方を変えれば形も良くなるだろうと。じゃあ的中率を上げるためにどうしたらいいですかとか、解決策はどうしたらいいですかっていうふうに、この人は形を持ってる、この人は解決策を、お互いの望んでいるところ、価値観、本音がミスマッチしてるんですよ。ミスマッチしてるから食い違いが起こるんですよ。っていうことなんですよ。まず最初に。で、別に的中率上げる方法は、例えばさっき言った弓の引き方をね、改善すればいいし、あるいは道具の使い方を変えればいいし、あるいは本の読み方を変えればいいし、もういっぱいありますよ、方法は。方法はいっぱいあるんだけども、その中の一つを、その段を取ったこの人は言っているだけです。だから何も問題はありません。
で、え、じゃあ高橋さんね、形が良かったら的中するっていうなんてそんな確信とか保証ありますかって言ったら、それはその人たちはそう考えただけです。僕は弓の引き方っていうのをものすごく詳しくて、合理的に矢がまっすぐ飛ぶのはどこのどこのどこの部分のある3箇所の部分をできっちり矢を出せば湯返りをしようが湯返りをしまいがまっすぐ飛ぶっていうことがちゃんと説明がつく根拠っていうのが合理的に調べればわかるんで、僕は説明はできます。でも形が良ければ、形が良ければ当たるっていうんだったら、形も良ければ当たることもあるんでしょう。でそれをおすすめしてるっていうだけで、それじゃなきゃダメっていうふうにあなたは思う必要はないです。あなたが弓の引き方を求めてんだったら、弓の引き方を勉強して的中させてください。道具の使い方をさせてください。だから聞く相手を間違えているっていう風にまず認識をしてください。でさっきも言ったんですけども、この段が高いこととね、段が高いからっていいですよ、別に形がいいだろうって期待してもいいし、弾き方を知ってるだろうと思ってもいいですよ。でもあんまり思わない方がいいですよ。別にあんまり道具の使い方分かってると思わなくていいですよ。そんな何でもかんでも教えてくれる指導者だったら、まあ楽ですね、そりゃ。いろいろ的確に言ってくれる、それは楽ですよね。だけど、現実世界、僕は見たことないです。いや、わかんないです。僕みたいに全国っていうか、いっぱい弓道関係者と会ったり、実際にメールでやり取りしたりとかして、まあ僕のフォームメールは、お問い合わせからもいっぱい来るんですよ。うちの先生はこんな先生だとか、うちの先生はこんな先生だとか、まあいっぱい言うんで、で、その後に、その先生ってこういうふうに聞かれたらどういうふうに対応するんですかとか聞いたら、いや、何も答えないとかっていうのばっかなんですよ。だからまだ聞いたことないです。いや、うちの先生はもう弓の方全部知ってる。例えばね、弓を、こう引いてみて、例えば下に落ちました。下に落ちた原因って何でかって言ったら、緩み離れになったか。なんで緩み離れになっちゃったんだろうな。あ、そうか。緩み離れってのは戻ると。こういうふうに戻っていることは、弓の反発力をちゃんと右のこの腕が受けきれてないと。受けてないからこうやって戻ってからこうやって離すと。じゃあこれをどうしたら、受けられるようにしたらいいかなって言ったら、まあ、ここの矢の長さをいっぱい引いて、ここまでしか弾けなかったら、もうちょっとここまで頑張る日を弾けるようになりたい。そしたら、通過地点がここにしたいから、第3の位置はこのぐらいにした方がいいよねと。なんで第3の位置が、斜め45度に近いところにした方がいいかっていうと、前腕の向いてる息が、例えば縦だったら下に降りちゃう。ただ、こう斜めに向いてだったら斜めに入ってくる。じゃあ、俺は今までやった時に、こうやって上げた時に、こうなったの。こうなったらこうやって弾くんですけど、これはしんどいですよねと。しんどいからどうするかっていうと、ここの位置にしといて腕を斜めにして、斜めにこうやって上げた方がいいと。で、そこでこういう風に次の意識は横に引くようにしますよと。なんで横に引くようにした方がいいかっていうと、横に引いたら拳だけじゃなくて肘も動くから。と、標本2巻の友とへさきの関係の中に書いてあって、で、最初横に引くのは、左拳と右拳のこの両拳の線、横線の方向の運動が長ければ長いほど、右肘っていうのが深く入って、弓の反発力がかかった時に体がぶりにくいと。で、そうすると最初横に来てここから降りてくるので、これが反り橋の形になると。で、反り橋ぞよきって宇野洋三郎藩士が教本2巻の、宇都の架け橋、反り橋の関係で説明されていて、じゃあその宇都の架け橋のように軌道を乗せるためには拳を右肩に乗せていると。で、じゃあ問題は矢の長さいっぱい引くには何をしなきゃいけないんだろうと考えた時に、できるだけ両腕は変に緊張させないで突っ張らないで、両腕はなるべくリラックスさせておいた方がいいよねと。リラックスさせるためにはどうしたらいいかっていうと、打ち起こしの時にこうやって突っ張らないでちょっと曲げておいた方がいいと。ちょっと曲げておいた方が脇の下の筋肉が、ここの角度がまっすぐの時と5度曲がっている時では、脇の下の筋肉っていうところの張り具合が変わるっていうことが解剖学的に分かってると。じゃあその状態で打ち起こしたらどうなるかっていったら、神永藩士が教本2巻の打ち起こしの説明で、脇の下の皮っていうのは幾分肘でここの張り上げるように、伸ばされる、幾分引っ張られるようにと。で、脇とここが広がるようにとも書いてある。じゃあその通りにやれば腕の距離が体に対して近くなると。近いところで第3を取れば第3が取りやすくなる。ちょうど拳1個から1個半になって、上腕の骨が斜めの方向にいたら引きやすいなと。じゃあ、打ち起こしをこういう風にしたいっていう風にどうしたらいいかって言ったら、
打ち起こしを開けやすいように湯構えを起こした方がいいよね。打ち起こしが開けやすいような湯構えってどういうことなんだろうなと思ったら、教本2巻の書いてある高木藩士のね、頭骨と尺骨を垂直に揃えましょうと、地面に対して垂直に揃えましょうって教えがある。垂直に揃えるためにはどうしたらいいかっていうと、掛け口十文字っていうのは教本1巻の掛け口十文字っていうのがあって、右手首をひねらないことっていうふうに書いてある。右手首をひねらないことって書いてあるから、あ、これをやればじゃあ自然とね、どれだっけな、ほら、取り掛けでは右手の前拍と釣りが直角の角度であって、手首が曲がらぬように注意しなきゃいけない。カッコかける十文字って書いてあるから、じゃあ教本の通りにやればいい。教本の通りにやれば、湯構えもちゃんと整うし、腕に力みなく打ち起こしもできるし、ちょっと曲がった状態で脇の下の筋肉を角度が、筋肉は腫れた状態で、打ち起こしができて、ここは引っ張られるようになって、肩関節がちょっと曲がれるような動きになったら、肩関節が抜けないと。肩甲骨のここ抜けないと。で、第三の上腕骨の方向に向いて、とかっていうのが弓の引き方を知ってるってことです。そしてそれによって、こういう風に動く軌道っていうのは自分で作った拳の軌道ではなくて、弓の反発力と自分の押した方向をどんどん消していった結果的に残った自然の動きが円のように動きましょうって書いてあるんで、教本3巻の安沢藩士は円星なると書いてあるんですよ。矢印の方向がこう降りてくると、拳がこう降りてくるようにやりましょうっていう風に書いてある。んでこの動きを上から見るとですね、ちょうどこういう風に横にって言うと、ここは折りたたまれていってこういう風になっていくと、ここは折りたたまれないまんまこういう風に引いちゃうと、ここは折りたたまれないままこうやって引いちゃうと、これはたぐってると、こういう風に狭くなると、ここの平行四辺形が潰れるようにって言ってるのが宇野藩士の説明で、やつがいっぱい引き込めるようになったら肩甲骨のところに力がかかるようにって教本3巻にも書いてある。そういう風に教えられるのとは、段が高いのとは別です。で、ここはまた別のちょっと特殊な感じで勉強しないとダメなんですよ。で、段が高い人は形を良くすれば的中は確実に得られるという考え方、その考え方、イメージで価値観で言っているので、その価値観からずれたら、それはまあ争いになるよね。だけどこの人は解決策を求めている時点で形じゃねえと。形を整えたって多分的中するかどうかなんかわからない。もっと別の原因があるんじゃないかってこの人は思ってるわけですよ。そしたらそう思ってるんで、何か別の方法を探すというふうに思ってる最中なんですよ。その時に、こういうふうに、あ、この人は段を持って弓の引き方を知ってると思いきや、この人は別に知らないと。じゃあ聞く相手が間違えてますよっていうのが、僕が一番最初の教えてくれない人に対しての解決策は、いいんですよ。今見てる動画見てるあなたが、弓の引き方に関して何にも不満がなくて、この講談社との人間関係も全くストレスがないって言うんだったら別に何も問題ないです。だけど、もしも悩んでる場合であれば、あなたは聞く相手をちゃんと正しいですかっていうのをまず明確にしてください。で、事実とイメージを切り分けて、イメージっていうのをあんまり持ちすぎないようにしてください。はい。あんまり持ちすぎないようにしてください。そうするとですね、何をしなきゃいけないのかっていうのが分かってくるはずです。で、この、さらに具体的な方法を、ちょっとここからはちょっと会員の方にちょっとお話ししたいと思いますので、とりあえず一旦終わりにしたいと思います。